初代リポン公爵に除せられたジョージ・ロビンソン・カウンティ・オブ・ヨークにおけるリポン公爵はかつて存在したイギリスの公爵位。連合王国貴族爵位。第二代リポン伯爵、第三代ドグレー伯爵、ジョージ・ロビンソンが1871年に除されたのに始まる。爵位名はノース・ヨークシャーのリポンにちなむ。 庶民院議員を務めたウィリアム・ロビンソンは、1690年2月13日に、順番爵位を与えられた。この初代順番爵の4男であるトマス・ロビンソンは、外交官として在オーストリア大使、政治家として南方担当大臣や、庶民院院内総務を務めて活躍し、順番爵位を継承した兄たちと別に1761年4月7日に、カウンティ・オブ・リンカーンにおける、 グランサムのグランサム男爵に助せられた。その長男である、第2代グランサム男爵、トマス・ロビンソンも外交官、政治家となり、外務大臣を務めたのを、経歴の頂点とする。彼は、第2代グレージョ公爵、ジェマエマ・ヨークの娘メアリーと結婚しており、その間に、長男トマスと、次男フレデリックを設けた。メアリーの姉である、アマベル・ヨークは、 1816年10月25日に、メアリーとその男系男子の子孫への、特別継承権付きの連合王国貴族借位、とグレイョ伯爵を与えられた。そのため彼女の死後には2代グランサム男爵とメアリーの、長男トマスが、第2代ドグレイ伯爵を継承することになった。またトマスはそれまでに、父から第3代グランサム男爵、 本家から第6代順段尺位も継承していた。一方2代グランサム段尺の次男であるフレデリック・ジョン・ロビンソンは政治家として首相まで上り詰め、兄とは別に1827年4月28日にカウンティ・オブ・リンカーンにおけるノクトンのゴドリッチ主尺、1833年4月13日にリポン伯爵に助せられた。 その一人息子であるジョージ・フレデリック・サミュエル・ロビンソンは、1859年1月に死去した父から第二代日本伯爵くらい、また、同年11月に死去したオジトマスから第三代とグレー伯爵位を継承している。彼も政治家として活躍し、様々な閣僚職を歴任している。1880年から1884年に、かけては、インド総督を務めている。 その彼が1871年6月23日に除されたのが連合王国貴族爵位、リポン公爵だった。しかしその一人息子である二代、リポン公フレデリック・オリバー・ロビンソンに子供がなかったため、彼の死をもってすべての爵位、順団爵位が廃絶した。ケーフズ、ありがとうございます。